はい、さんこんにちは、中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、テレビの再現 VTR の銃がいい加減になる3つの理由ということで、まあよくね、まあテレビ番組の再現 VTR とかで、まあこんな銃はおかしいとかね、まあいい加減すぎるだろうっていう、まあそういうツッコミを入れる頑張りの人がいるわけですが、いやまあいい加減にもなるよねっていう、まあそういう部分もあるので、まあ今回はね、そのいい加減になる理由っていうのをね、まあ見ていきたいなというふうに思います。で、まあとりあえずね、まあ3つの理由っていうのも最初にバババババって言ってしまうと、まず1に、トータルの再生回数っていうのをね、稼ぐことにフォーカスはされてないからってやつですね。まあ、要は映画じゃないんだよっていう、まあ、そういう話だったりとか、2つ目の理由としているのが銃に興味がある人をね、対象とはしていないからっていうね、ターゲット層の違いだったりとかもあります。で、最後の3番目の理由としているのが、まあ、基本的にまあ日本で撮影してるからっていうね、まあ、日本で撮影している以上頑張ってもすぐ限界は来るよっていう、まあ、そんな感じです。で、まあ、だからまあこの3つの理由があるから、まあ、普通に考えてね、まあ、テレビの再現 VTR の銃の描写っていうのは、まあ、いい加減になるし、で、そもそもそこになんかそのリアルなね、描写を期待すること自体、まあ、お門違い感あるのではという、まあ、そんな感じです。で、まあ、それはさておき、まあ、各々のね、理由を見ていくわけですが、まず1のね、トータルの再生回数を稼ぐことにはフォーカスされてないからっていうね、まあ、そういうやつで、これはね、まあ、要は映画じゃないからなっていう、まあ、そういう話なんですけど、その映画っていうのは、まあ、日本全国でね、まあ、放映しますし、映画館で放映するし、まあ、下手したらね、世界中で放映されるわけですし、その時間が経ってもね、アマゾンのね、プライムビデオとかで再生されたりとか、まあ、金曜ロードショーがね、土曜プレミアムでね、まあ、まさにテレビで放送されたりと、まあ、ある程度、そのトータルの再生回数っていうのを稼ぐことに、まあ、多少はフォーカスされてるので、まあなんだろうな、その銃の描写みたいにね、細かいとこにもある程度お金をかけることができますが、だがしかし、テレビ番組っていうものは、まあ TVer みたいなね、ああいうちょっとした例外を除けば、まあ基本的には、まあ一回放送して、まあそれでもうおしまいっていう、まあそんな感じのビジネスモデルなので、その一回の放送のためだけに、細かいことこだわるっていうのは、まああんまり合理的じゃないよねっていうね、まあお金をかけて、手間暇かけて頑張れば、細かくなるけど、だからっていうね。まあ、それであんまりね、費用対効果見合わないので、まあ、それこだわらないよねっていう話になります。はい。で、次、2番目の理由、銃に興味がある人を対象とはしてないからってやつですね。まあ、これは要は、例えば、その、なんだろうな、アクション映画とか、まあ、戦争映画とか、まあ、例えば、なんだ、うちのチャンネルの動画みたいなのは、まあ当たり前ですけど、まあその銃に興味がある人っていうのがまあ見る可能性が高いわけで、まあそこであんまり適当やるとね、まあ怒られるわけですが、まあでも、そのバラエティ番組とかテレビの番組っていうのは、まあ基本的にはまあそのお茶の間に向けてね、まあ放送してるわけなので、そのお茶の間の中で少数派というか超少数派のね、ガンマニアに配慮する意味というか、まああんまりこの合理性っていうのはないので、まあガンマニアがごちゃごちゃ言おうが言うまいがどうでもいいわけなので、ある意味ね。まあ、適当でいいよねっていう。まあ、そんな話になります。で、最後、まあ、そもそもね、撮影自体を日本国内でするので、まあ、エアガンやね、モデルガンで撮影することになるからっていうね、まあ、日本でやる以上限界があるっていう、まあ、そういう話で、これはまあ、なんだろうな、テレビのね、番組だけじゃなくて、まあ、日本のアクション映画でもね、あることなんですけど、まあ、日本で映画を作ろうってなったら、まあ基本的には日本で撮るからね、まあ実銃ベースのね、まあ撮影用のプロップガンっていうのは、まあ基本的に使えないので、まあエアガンとか、まあモデルガンをね、使って、まあ映画を撮影するわけですが、まあ基本的にそういうエアガンとかモデルガンっていうのは、まあ法律とかね、まあ採算とか、まあいろんな理由で、まあ実銃だったら金属のパーツがね、まあ樹脂とかになってたりするから、まあなんだろうな、まあパッと見は違わないかもしれないですけど、まあわかる人が見れば、まあ見た目的にも全然違うわっていう風になりますし、なんだろうな、それって、まあ、銃別に詳しくない人でも、なんか、パッと見ても、ちょっとリアルじゃないなって、やっぱり感じる人もいると思うんですよね。で、まあ、でも、そのなんか、なんていうのかな、結局、エアガンとかモデルガンだからしょうがないって話で、まあ、日本で撮影する以上、そうやって、まあ、なんかしらあらが出てくるのは避けられないし、まあ、そもそも、バラエティ番組の、バラエティ番組っていうかね、まあ、テレビ番組の、まあ、ターゲット層とか、まあ、そういう一回しか放送しないよねっていう、まあ、そういう性質的に、まあ、銃の描写とか、まあ、そういう細かいとこ、そもそも銃の描写以外の多分細かいとこも、まあ、お金少なかれいい加減になるよねっていう、そもそも再現 VTR なんだぞっていうね、まあ、そんな話でした。はい。というわけでね、今回ね、テレビのね、まあ、再現 VTR の銃の話でした。まあ、なかなかね、まあ、チラチラ見てるとね、なんかね、まあ、なんか、そういう感じなんだなとかね、なんか不思議なところが出てきてるんで、なんかちょっと面白いなと思いますが、まあ、何はともあれで、あんまりケチをつけるのはね、やめたいなというふうに思います。はい。というわけでね、今回この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。